皆さんこんにちは、ベンマックスです。昨日ですね、これを買ったで、このデートナーを買ったお店に行きまして、これをですね、逆録の文字盤なんですけども、これを持ってったわけなんですね。で、おととい電話したら、ここのところに、ちょっとわかるかもしれないんですけれども、ここの銀色のベゼルの部分ちょっとガビガビって入ってますよね。これ直してくれるっていうことで、サービスで、でちょっと行ってみたんですね。でちょっと担当者に見てもらいましたら、これはあまりいじらない方がいいということで、剥がれちゃったら困るっていうのと、多分責任、逆録なんで責任がねやっぱりあると思うんで、それでこのままで持ってた方がいいんじゃないんですかということで、それで、帰ってきました。A 版前ぐらいまでは文字盤がですね、こういう風になりやすいと、銀色の部分が腐食とか言いますか、このスモールセコンドのとこ、付け根のところのところも腐食しやすいということで、これはデイトナに限らず、私が持っていた14270のエクスプローラー1の S 品番、あの辺もですね、錆びやすいということなんですね。錆びやすいと言いますか、まあこういうふうになっちゃいやすいということなんです。で、P 品番とかあの辺ぐらいになってきますと、A 品番、P 品番ぐらいの最終品番ぐらいになってきますと、大丈夫だということで、その辺対処してるということなんですね。で、最近のモデルはもうそういうことはほとんど起こらない。で、おとといか高島屋さんに電話して聞いてみましたら、最近のモデルは、ホワイトゴールドを使っていますと、まあ、そういうことなので、まあやっぱりそうだろうと思ってる方もいらっしゃると思いますけれども、そういうことでしたので、この年代特有のものみたいですね。ですから、まあそういうことだということで受け止めて、ちょっとね、使うのこの文字盤でずっとやっていきたいなと思います。逆録ね、なんかちょっとつけても正規でオーバーホールしてもらえませんし、してもらえますけれども、文字盤取り替えられちゃうんで、針と文字盤を取り替えられちゃうんで、それがねやっぱりちょっと嫌なんですよね。ですから今、オーバーホール代がデイトナの場合、基本料金12万で、私の場合、永久半額制度がついてますんで、日本ロレックスで、12万の半分の6万で基本料金やってもらえますので、それで、もうそろそろオーバーホールの時期になってきましたんで、ちょっとやってもらおうかなと思ってます。ただ昨日テストかけてもらったらですね、プラス10秒ぐらいで安定してるらしいので、まだ平気かなっては言われてます。で、最近の油がすごくいい油になったそうなので、まあやろうと思えば10年ぐらい使えるらしいんですけれども、中の機械がねちょっと悪くなっちゃってからやってもちょっとお金費用かかっちゃいますし、ですからまあ5年6年7年ぐらい使ってやろうかなとは思っています。で、本当に油がね、リューズ巻いてても油の良さがね、こう粘る良さが分かるんですね。ですからこの7年ぐらい、あと2年ぐらい使って、
それからオーバーホール出したいと思います。今日はそういう形で、前回いろいろと情報を集めたんですけれども、誤った情報がまあ結構あったものですから、ちょっと謝罪といいますか、ちょっとちゃんと調べた動画をもう一度撮りました。以上となります。それからですね、ちょうどここに今いて動画撮ってるわけなんですけれども、ちょうど昨日ですね、ちょっと話が変わってですね、携帯電話の話なんですけれども、ちょうど昨日ですね、今日の夜中ですか、1時ごろ私寝てまして、家内ももう寝てまして、そし朝ですね、気がついたら家内から、2回ほど着信があったんですね。2回着信があったんです。で、留守番電話も入ってるんですね。で、家内は寝てて全然そんなことを知らない。でもなんかパッと浮かび上がって、iPhone がですね、勝手にパッと浮かび上がって、私の何もしてないのに私の iPhone の方に電話をカパーッとかかってるところを見たそうなんですよ。と思ったらしくて、でそれがこう2回ほどあってそのままとりあえずね、止めたらしいんですけれども、その後もう一回あったんですね。でちょうどここって仏間の上なんですよ。なんでちょっと背筋が寒くなりまして、まあそんなことがあったんですけれども、で着信のその何ですか、留守番電話なんですけれども、なんか微妙に男性の声が入ってたような、うっすらと入ってたような感じがしました。で、あとは家内のいびきみたいのが入ってて、まあでそんな感じで、まあとりあえずそんな怖い感じではなかったんですけど、聞いてて、ですけれどとりあえず聞いて、でもう削除しちゃいました。いやー、そういうことってあるのかな。今までまあ何度か私もそういう、つきやすい体質なものですから、そういうのもあるのかななんて思って、今日はちょっとまあそんな余談なんですけれども、そういうことがありました。ではどうもすいません。今日はこれで失礼いたします。いいね、グッドボタン、チャンネル登録していただければ幸いです。どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。失礼いたします。